魚を寄せるためのレーダーみたいな感じかな。あ、疑似餌、小魚に見立てて、これで小魚をこう呼び寄せて、でちょうどよく魚を呼び込んで口の中でパクッ。あ、はいはい、なるほど。あんこ、ここであの小魚みたいにこれ動くんですよ。そうすると小魚が寄ってくるとあんこ口開いてこの中にすぐ飲み込むんです。これがあんこうの、あの餌の取り方です。だからこのピッピッっていう2つがすごく重要な、あんこうにとっては重要な役割。そうですね、いやー、こんなちっちゃいので餌を呼ぶなんて頭いいね、あんこう。はい、オッケー、大事な疑似餌。あ、まだ動いてます。私たちのおしゃべりを聞いてるのかもしれません。さあ、では今度はまた皮の部分、皮も捨てない、美味しいので丁寧に剥がします。今日は佐賀旅館の館主佐賀俊一さんがバイ包丁を持ってそこの旅館から駆けつけてくれました。さあ、今日は大きいあん肝も取れましたしね。